明日からの販売を前に、今日県庁にはローソンの担当者が訪れ、新商品について説明しました。今回発売するのは、県内の酪農家が夕方搾乳し、24時間以内に加工した酪連の牛乳、有搾りを生地とクリームに使った牛乳パン、そしてバームクーヘンを一口サイズにカットし、県産伊予柑のストレート果汁をジュレにしてトッピングしたスイーツの 2種類です。おいしい、甘い。生地にも牛乳が練り込まれてるっていうことで、クリームはもちろんなんですけれども、すごくコクのある感じに仕上がってます。この新商品は、帰省や観光で愛媛を訪れる人が増える夏休みに、県産食材を PR しようと開発されたもので、牛乳パンはおよそ5万食、伊予柑のスイーツはおよそ3万食の販売を予定しています。県産食材を使った新商品は、明日から県内のほか中四国のローソンで販売されます。